ジャシブキッチンです。今日はですね、自宅で本当簡単に作れるこちらカットトマト缶を使ってワインに合うトマトリゾット、こちらを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介をまずはしていきたいと思います。まずはこちらお米、今日は無洗米ですね、使っていきます。それと水、玉ねぎと、今日は小さめのものなので一玉使っていきます。結構大きめなものだったら半分とかで大丈夫です。それとニンニクとグラナパダーノチーズですね、にパセリ、オリーブオイル、それからこちらが赤ワイン、カットトマト缶と黒胡椒、これから塩ですね。以上の材料を使ってフライパン一つで簡単にお手軽に作れるワインに合うトマトリゾット、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずは玉ねぎを皮を剥いてみじん切りにしていきたいと思います。今日は少し細かめにみじん切りにしていきます。次にニンニクですね、こちらも皮を剥いてみじん切りにしていきます。はい、そしたら水ですね、こちらをまず温めておきます。はい、横でお湯を温めている間にフライパンにオリーブオイル敷いてあげて、先ほどみじん切りにしたニンニクですね、こちらを炒めていきます。はい、ニンニクはじっくりと炒めて香りを出していきます。はい、ニンニクがほんのり色づいてきたら玉ねぎを加えていきます。そしたら玉ねぎもしんなりするまでしっかりと炒めていきます。はい、玉ねぎがしんなりしてきたらここに赤ワインを加えていきます。赤ワインの水分は煮詰めて旨味だけを加えるようにしていきます。はい、水分がしっかりと飛んできたらここにお米を加えていきます。で、お米を加えたら優しく混ぜるようにしてお米に火を入れていきます。あんまりこう強く混ぜすぎるとお米が欠けたりしてしまって、で仕上がりがこうベチャッとした感じのリゾットになってしまうので、こう混ぜるときはこう優しく混ぜるようにしてあげてください。はい、それと一つまみの塩ですね。はい、お米にも少し火が入って透き通ってきた感じになってきたら、ここに横で保温しておいた水ですね、こちらを加えていきます。この時の火加減は弱火にしていただいて、お米を炊いていくようにしていきます。水分がさらに煮詰まってきたら、今度はカットトマト缶を加えていきます。トマト缶加えたら優しく混ぜていただいて再び煮詰めていきます。はい、トマトの水分もだいぶ飛んで乾いた感じのこのパチパチ音がしてきたら、お米の硬さですね、チェックしていただいて、こう少し芯が残っている状態ですねになったら火を止めていただいて、チーズをたっぷりと加えていきます。それとパセリを少し加えていただいて混ぜていきます。この時も優しくですね、混ぜるようにしていただいて、味見をしていただいて、足りないようだったらもう少し塩を加えて味を整えていきます。はい、味が整えられたら完成ですね。お皿に盛り付けていきます。はい、お皿に盛れたらこのお皿の裏側ですね、こちらをこう叩いていただいて、こういった感じで平らに伸ばしていただいたら、仕上げに上から黒胡椒とパセリを散らしていただいたら、上からオリーブオイル垂らしていただいて完成ですね。それでは食べていきましょう。ではいただきます。トマトの旨味たっぷりなんで、シンプルだけどめちゃくちゃ美味しいですね。ほんとお手軽にカットトマト缶使って作るリゾットですね。正式には
がリゾットアルポモドーロですね。ではいただきます。うん、美味しい。トマトの旨味たっぷりだし、この仕上げにかけたオリーブオイルが風味付けしてくれてるんで、めちゃくちゃ美味しいリゾットですね。うん、うまい。いいですね、ワイン片手にこんなお手軽なリゾット、すごくおすすめです。カットトマト缶使っていますし、お米も無洗米とか日本のお米で全然大丈夫なので、お手軽かつしかも美味しいっていう、でワインにも合うっていう、もう最高の三拍子が揃っているリゾットですね。ぜひ動画を参考に作ってみてください。非常に簡単でお手軽なリゾット、めちゃくちゃ美味しくておすすめです。